はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスガンダムユニコーンステージ5、空と星とやっていきたいと思います。じゃあ今回もエクストラでいきましょう。ロニガーベイの三への感受、そして黄金色の縦紙を持った黒いユニコーンの郷愁、立て続けに降りかかった情勢に疲弊しきり、昏睡の渦に引き込まれたバナージ・リンクス。その意識が奈落の暗黒からようやく目覚めた時、ユニコーン・ガンダムはラー・カイラムのモビルスーツデッキに収容されていた。まるで傍らに屹立する漆黒の機体と対をなすように。RX-0 ユニコーンガンダム2号機バンシー、最も完成されたユニコーンといえるこの機体は、 NTD 以外の余計なシステムを一切持たず、純然たる対ニュータイプ用兵器として機能していた。その機体と同様、無機質な表情を見せる専属のパイロット、プル12の適性もすでに完璧といえる状態である。その姿には彼女がマリーダ・クルスであった頃の柔らかな印象はどこにも感じられない。回収されたラー・カイラムの艦内にて、自身が置かれた状況と周囲の事象を察したバナージは、ラプラスプログラムが新たに開示した情報をブロックする。バンシーと共に船に乗り込んでいたアルベルト・ビストが聴取を行うも、彼はラプラスに関わる情報を一切口にせず黙秘を貫いた。そんな聴取室と独房扱いの士官室を往復する日々のバナージの前に、とある人物が接触する。バナージ君、ちょっと話がしたい。いいかな。あなたは？ブライトノアだ。このラーカイラムの艦長を務めている。尋問官の手を焼かせているようだな。機体ともどもだんまりというわけか。技術スタッフが頭を抱えているよ。誰にも見せちゃダメなんです。あれを誰かに知られたら、またその場所が戦場になって、多くの人が死ぬ。ロニさんだって。そのことは、そのまま黙っていればいい。あの偽装貨物船を脱出してきたのか。脱出っていうのとは違います。送り出してくれたって思ってますから。あんな作戦、キャプテンだって納得してなかったんです。そうだろうな。あの船の動きにはそんな気分があった。君は捕虜として扱われてはいなかった。自分の意思で行動する自由があったということ。それはそうです。連邦の人たちが言うような敵っていう感触は持っていませんでした。なぜかな。俺は軍人じゃありませんから、敵味方っていう人の区別の仕方には馴染めないし。でもそんな必要もない空気があの船にはあったんです。そうか、よくわかった。ありがとう。諦めるなよ。君の目には力がある。困難を糧にできる強い目だ。諦めずにいれば必ずチャンスをものにできる。そんな力俺にはありませんよ。全部偶然なんです。ユニコーンに乗ったのも、ここでこうしているのも。本当にそうかな。その時君の目の前にガンダムがあったことは偶然かもしれない。これまでガンダムに乗ってきた者たちも皆そうだった。だがガンダムに乗るかどうかは自分で決めたことであって、偶然ではないはずだ。違うか。その時君にガンダムに乗る決意をさせたものは何だ。助けたい人がいるんです。オードリー・バーン、みんながミネバ・ザビって呼んでいる女の子です。オードリー・バーン、本名をミネバ・ラオ・ザビと呼ぶ少女。彼女が生涯背負い続けてきた世界の重さ、その重みを共に背負う覚悟。
実の父親と最後の開口を果たした時、バナージ・リンクスは確かに答えたはずだった。彼女に必要とされたいというその一心を、その瞳に宿る強靭な意志に、ブライト・ノアはかつてガンダムに乗り込んだ少年たちと同じ力を見ていた。この力が体制に大きな影響を与えたという歴史はない。しかし硬直した世界に変化をもたらしてきたのは、いつの時代も心で応答しようとする若い意志の力だった。少年たちが内に秘めた可能性の輪廻が書き消えぬよう、オールドタイプとして大人の代表として彼らの背中を見守りつつ、自らの責務を果たそうとする。それはホワイトベース時代から続くブライト・ノアの星回りなのかもしれない。笑うなよ。あの子の直感にかけてみるさ。アムロ・レイの遺影は何も語らず、あの頃と変わらぬ表情を往年の戦友に向けるのみだった。空と星と、おお、ベルト落ちか。やっぱね、セイラさんもね、もうちょっと何してるか知りたいよね。ああ、労紹介は両方ともコネがあるんだ。マーサーの色が黄色くなってんな。ってことは最低でも3つの軍があるってことだな。強化人間の調整って催眠術みたいなもんかな。
開始でもやっぱだいぶ大人になったな。今回はそうするとやっぱり地球か、また空もありそうだな。空をね飛べる機体がいないんだよね。あーでも前半戦が地球で後半が空になるかもな。あー緑だ、トライスターの面々が緑になってる。気にするので気にならなくなるのかね。ガランシエルは青か。え、完全に空もしや。
あれこれ何？ミノフスキーテリトリー。とりあえずベースジャバーは向かわせて6体内、ジンネマンガガルダに隣接と。こいつは勝手に動くでしょ多分。でこいつはベースジャバーを落としにかかるでしょ。普通に移動していくか。で、まあ、ユニコーンも移動させてアンクシャこれを追撃しないといけないからな。まあ、とりあえず一旦セーブしておくか。普通に進んできて撃墜はされないかな。え、攻撃してくんのかよこれはどうすればいいんだ。戦えばいいのか。マスターはパイロットとコクピットが確保できればいいと言った。目を覚ましてくれ。あなたとキャプテンが敵同士になるなんて絶対に会っちゃいけない。私はプル・トゥエルブ、マスターはアルベルト・ビスト。違うよ、あなたはマリーナさんだ。あなたのキャプテンはガランシェールのジンネマン大尉だよ。思い出してくれ、あなたとキャプテンはあんなに信じて支え合って。うるさい、私を惑わすな。6400のクリティカルが出た。クリティカルで6500か。さてとりあえずベースジャバー行っていいかな。もう射程内に入るな。どれだけの回避率があるかって感じだよな。いや進むか。血をセーブしよう。まあ多分命中率が 100% になることはないと思うから、最悪かわせるまでやり続ければ、多分バナージは回復するよね。マリーナさん、やめてくれ。光、私を救ってくれる光、誰にも奪わせはしない。違う、これは違うよ。これは危険な光だ。ガンダムは敵。ダメだユニコーン、引っ張られるな、こらえろ。お、回避したこれ回避できたのはでかいな。どうすかな、ビームマグナムにしてみるか。引いてくれ、あなたたちと戦うつもりはない。
ハイパーバズーカーでも倒せるかな、2発で。7600。いくつだったっけ？早いな、こいつ。取り付くのが。つまり何も考えていないという。まあ普通に進んでいけば大丈夫そうやね。で、こいつらは問題ないな。マリーダをどうするかだな。ビームマグナムで落とせるかな。85% か。うん、余裕やね。ガンダムは敵、倒すべき敵。やめてくれマリーダさん、お願いだ、正気に戻ってくれ。いちいち頭に響く声を出す。頭が痛いのは本当のあなたが抵抗している証拠だよ。完全に制御している。あの子がこんな風に。あの子、マリーダなら聞け。俺だ、ジンネマンだ。なんだ、ジンネマン、マスター。財団の奴ら再調整しやがったな。マリーダ、戻ってこい。お前が戻ればみんな元通りだ。マスターは、私のマスターは。戻ってこいマリーダ、一緒に空へ帰るんだ。マスター、俺と来い。俺を一人にするな。私は、テンションが上がった。なんでバナージのテンションが上がるんだよっていう。とりあえずこのアンクシャは落としておくか。で、別に敵さえいなくなれば、あとはベースジャバーを動かすだけだからね。いやー、バナージノリノリだな。あ、出てくるか。なるほど。でもまあバナージュ動かしていけばベースジャバーは狙われないかな。うん、ほら超強気。行く手を阻む者は何もいない。これはちょっとチャンスステップを活用しようと思ったら食らってしまった。
応箱の内容はマーセナスケには伝わってるみたいですね。で、どうすかな、こいつらトライスターがついてきてっかな。ここで一気に離しておくか。もう一歩いけんな。ハイパーバズーカで、ああそうか、ビームマグナムでも倒せねえんだ突き放そうかと思ったけど無理だったか。くっついてくるね。また出てくるか。なんでさ、緊急スクランブルなのにさ小出しで出てくるの。準備ができてないのか、緊急だったから。2機ずつしか発進できませんみたいな。悲しすぎる、リディ・マーセナス。エンジントラブル発生。
どこすぎ野球なんだ。もう撤退してったね。てかもうカタパルトデッキ弁償してくれよ。カランシェールのさ、エンジントラブルは大丈夫なの？距離的には動いてないけど大丈夫か、ワッツ。
になんともなかったようだね。そんなさ、人の家のタペストリーなんて知らんよ。艦長より達する。諸君も知っての通り、我々はラプラスの箱をめぐる暴義に巻き込まれ、他ならぬ地球連邦軍から追われる身となってしまった。この共同戦線は我々の置かれた理不尽な状況を脱するために必要な選択だった。これは服従ではない。またネオジオンの諸君にも本館に進駐しているつもりはない。生き残るには今は彼らと行動を共にするしかない。各員とも警挙モードはくれぐれも慎んでもらいたい。以上だ。ご協力に感謝します。ああは言ったが、無論私にもジオンに組みするつもりはない。たとえ友軍に弓引かれてもな。あんた方にラプラスの箱を渡して地球圏を再び騒乱に巻き込むなどもってのほかだ。かといってこの船には他に生き延びる道がない。うーん、おとりになったガランシェールにおびき出されて、ラーカイラムは今頃ルナ2方面にいるでしょう。向こうが転身したところで合流できる頃には目的地に着いてしまっています。目的地、暗礁中域の真っ只中か。ルーム戦役の名残をとどめる暗礁中域、人類の闘争の足跡をたどらせ、人が箱を手にすることの意味を伝えようとしているのだとすれば、最後のポイントがそこに設定されていたとしてもおかしくはない。あんたらユニコーンのデータを傍受していたんだろう。
正確な座標をもう知ってるんじゃないのか。暗礁宙域ということまでは分かっていますが、そこから先は傍受できなかった。なぜだ。ユニコーンがそれを拒んだからでしょう。バナージ君という乗り手を得て、あれは当初の仕様になかった性能を発揮しつつあるようだ。まずはラプラスの箱を手に入れることを考えましょう。箱はあなた方にとっても延命工作の切り札になる。バナージ君もそれは分かっているはずです。いずれ。そういうあんたは箱を手に入れて何をしようって言うんです。シャアの再来と呼ばれる男が単純にジオン再興を目的にしているとは思えない。そろそろ腹の内を明かしてもらいたいもんだな。私も聞きたい。ん？聞かせてもらおう。フルフロンタル大佐、お前の本音を。いいでしょう。私たちスペースノイドが欲しているのはまず自治権の確立です。連邦はこれを決して認めません。認めた瞬間に主従が逆転してしまうことを知っているからです。理由は明白です。現在の地球圏の生活はエネルギーも食料も経済活動そのものも7つのサイドと月があるからこそ回っている。地球という惑星単体ではもはや20億のアースノイドの口もまかなえないのが実情です。対してスペースノイドは地球を切り離しても十分に自活することができる。ジオン大君はこの事実こそ武器にするべきでした。しかし彼は優れた思想家ではあっても政治家ではなかった。ジオンの理念をねじ曲げ独立戦争に利用したザビ家にしても2度にわたるネオジオン戦争にしても同様です。自分たちの存在を認めさせるという発想を捨てない限り連邦との戦いに勝利はない。月と7つのサイドの連携を強化し中央を間引きした経済圏を確立する。すなわちサイド共栄圏の建設。各サイドが経済協定を結び地球を排斥すれば地球は経済的に何の価値もない田舎になり果てる。連邦政府も立ち行かなくなるでしょう。そのまとめ役たりうるのは唯一ジオン共和国だけです。連邦の傀儡とはいえあそこには曲がりなりにも認められた自治権がある。問題はその自治権返還期限が4年後に迫っているということです。共和国が元のサイド3に戻り地方自治体以上の活動は許されぬとなったらサイド共栄圏へ至る流れも生まれなくなる。そんな時に届いたのがラプラスの箱を譲渡するというリスト財団からの申し出だったというわけか。はい。カーディアス・ビストが我々の計画を知っていたとは思えませんが時期的に見て共和国の解体で連邦体制が硬直するのを嫌ってのことだったのでしょう。共和国解体に合わせて連邦がジオン根絶を期しているのは周知の事実です。ニュータイプ神話の破壊装置ユニコーンガンダムが体現する通り大佐が箱を使って手に入れようとしているのは時間。連邦を脅し共和国の解体を引き延ばした上でサイド共栄圏とやらを作る糸間を稼ごうというわけだ。おっしゃる通りです。聞いてしまえばつまらぬ話だ。連邦を蚊帳の外に置いたサイド共栄圏の構築変わろうとしないものに変われと要求するより無視してしまえばいいという人類の革新を夢見たジオン大君の理想からは遠い。地球を人の住めない星にして人類を残らず空へ上げようとしたシャアの狂気熱情からも程遠い。お前は本当にそれでいいのか。お前の言うサイド共栄圏が実現した時アースノイドは地球の再開発を加速させるだろう。自分たちだけで経済を賄うためにそれは西暦の時代の再現だ。貧困の中で育つことになる新しい世代がやがてスペースノイドへの仕返しを目論むことだってあるかもしれない。
かつてジオンが一年戦争を引き起こしたように調和も革新もなく弱者と強者が立場を入れ替えながら続く未来、再び人の前に立つと決めた男がそんなことで。姫様の気持ちはお察しします。いい悪いという問題ではありません。それが人の世だということです。器は考えることはしません。注がれた人の総意に従って行動するだけです。全人類を生かし続けるために。なんだか他人事みたいだ。ん？自分たちの今後を語っているのに、あなたの言葉には他人事みたいな冷たさを感じる。ユニコーンガンダムを包み込んだあの光、あれは暖かかった。俺が知ってるみんなの思いが重なり合ったような、あんな可能性が人にあるのなら。同じ光を私も見た。もっと大きな光をだ。サイコフレームを媒介に、おそらくは地球圏の全人類の無意識を集積、物理的パワーに転化したのであろう光。小惑星アクシズを押し返したサイコフィールド。アクシズショックだが、それほどの可能性が示されても人は変わらなかった。現状を維持するためなら可能性さえ葬る。それが人間だ。我々はその現実の中で平和と安定を模索していくしかない。君が言う可能性というやつは、争いを引き起こす毒になることもあると自覚した方がいい。私が知っているシャア・アズナブルは本当に死んだな。インダストリアルセブン、そのコロニービルダーたるメガラニカ、そこがラプラスプログラムが示した最終座標だ。ほう、オードリー。その少年には荷が重い。話長っ。あ、リディが闇落ちしてる。振られたからね。僕の手。世界は一度さっぱりさせないといけない。それはバグに任せよう。バグに。
光学信号、モールス信号的なやつか。無坂級レベルアダ1。やっちゃえやっちゃえ。モビルスって2人どれだけいるの？
これはフルフロンタル派とミネバ派に分かれそうだね。お風呂は回す装備になってる。あれ、普通に引いてった。結構な戦力残してるよね。ゼネラルデビル、大舞台だね。
牽制すりゃいいの。絶対倒さないとダメだし。ようやくか長いな話が。ちょっとさすがにホワイトベースはラカイラムに切り替えよう。待機させてラカイラムを配置と。でオプションパーツは全部取っ換えないといけないから、エネルギータンクと、ハイパーバーニアアリスシステムと。よし、中は大丈夫でしょう。いや戦闘が始まる前1時間かかったな、イベントだけで。どっちかが上でどっちかが下だな。てかすげえ敵多いな。テクニカルだからな。大丈夫か。キサトリアは3万、ユニコーンが28,500か。まあ、とりあえずこれでいくか。フルフロンタルを撃破5ターン以内。なるほどね。ある程度速攻性も必要だな。とりあえずセーブをしておきましょう。じゃあ戦術的には、また原作キャラクターで削って援護をかけつつオリジナルユニットで倒していくと、そういう感じになるかな。ファンネルミサイル2万2000でしょ。誰も通させはしない。1万4000、8000くらい残ったね。そうすると8400か。こっちで上の部隊をなんとかしよう。あそこの減ってるやつにミサイル射撃が、あギリギリ当たるな。 63% とか。これは当てていきたいな。シナンジュスタインでいこう。入る？援護が入るかどうかだ。うわー、敷地が微妙なのか。じゃあここに置いてロケットバズーカか。そうすると支援が入るね。これで両方当たんなきゃいけないっていうのが必要になるから、やっぱテクニカルだからね。ちょっと外れたら労働するっていう、そういう行為も必要になるよね、今の戦力的なもので。あれ、ここでもう一個上いけるんだっけ。でロケット、あ、いけねえや。ここか、やっぱり。ロケットバズーカで支援入れて、ミサイルが当たればよし、 OK で、あとは火力の高いやつでいかないとまずいから、ゲームアルク、一斉射撃の方が火力的には高いけど、マザーファンネルのロケットバズーカーの艦砲射撃だな。うん、そうだね。で、これで3発入っても倒せない。1万も食らうのかよ。やっべえな、これ2発食らったら沈むぞ。6600。ここでちょっとマスターを出すか。マスターユニット出して、まあ、フェザーファンネルでいくでしょ。ここで支援を入れて、うん、まあ当たったね。まあ7000は当たったか。でもガトーとかもマップ兵器で削るか。機動力を上げてね、命中率を高めていかないと。
いけないから。バーニー頑張ってるな。やつ。最悪ゲーマルクリターンさせるか。ガトー少佐。ガトー少佐のアトミックバズーカがどこまで当たるかだな。あれ、これってさ、動いた後って使えないんだっけ。うわー、命中率が低いな。ちょっとガトーどうすっかな。期待だな。このギャプランっていうのもな、また微妙だしな。ビームキャノンに入らんか、戦艦しか入らんか。これゼネラルレビルのさ、ビームキャノン食らったらギャプラン沈むんじゃねえか。ちょっと待てよ、これはかなりきついぞ。ハマン、まずハマン様を出してパンネル、まあ、絶対倒せないからとりあえず。よし、さすが、かわすのはかわすな。で、命中率重視でいこう。12000、うわ、4600の5900、やばい、マジ沈むわこれ。パワーダウンだと。まさかまさかの1ターン目からかなりきついな。シロッコを出そう。これは一人でどう考えても大丈夫でしょう。で、ネイルアガムってなんか積んでんの。一応ジェガン積んでんね。ジェガンどうすっかな。上に派遣するか。ジェガンでこいつを攻撃してもよかったね。ちょっと攻撃するか。一番いいのがハンドグレネードだけど、ハンドグレネードはちょっと無理だな。7000か、タフだな、ジェガン。で、こいつは D 型か。ビームライフルで7000。うおー、痛いぜマジで。フェザーファンネルの、ファンネルと。よし、シナンジュとゲーマルクがちょっとやばいな。で、ゼネラルレビルはなんか積んでる？あー、ジェガン A2 型。欲しいね。欲しい。すんげえいっぱいになってか、こっち。マジか。ちょっと待てよ、これ。シランジュいけるか。まあ、ここはもうバナージュは全面に出していこう。バナージュで削る。とにかくバナージュで削る。寄ろう、まずこっちに。最初は。あ、攻撃できねえのか。大丈夫か、ここに置いて。ガトリングガンで。こんなところで立ち止まってはいられない。別にフルアーマーを着てるわけじゃないからね。で、少し中心に行ってミサイル反撃は食らない。ま、当たれば儲け物と。で、サイコハロー6800か。一応ここに出しておく。61レベル、まあ、パイロット能力が半端ないからねこいつは。ハロビットは当たらないか。ちょっとこのターンはこれでしのぐか。来るね。しかしバナージが相手ならなんとかなるはずだ。まあ、最高ハロもとりあえずなんとかなるんだよね。食らったとしてもそれほどのダメージは受けないから。で、攻撃の数をこなしたいから、まあ、ビームガトリングでしょ。戦艦のラーカイなのか。8900、これこっち側がまずいね。よしよしよし、バナージを狙ってくれる分には強っ。
これまあゲットゲージもなんとかなりそうだけどね。ドライ戦は大丈夫でしょう。こいつも大丈夫。6200か。まあ、食らうは食らうよな、やっぱり。これで徐々に進軍をしていくしかないな。うわ、やばい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 。マジやばい、これ。敵シャトリアはもう常に反撃をする。6400か。それでも食らうね。よし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 。もう、ここは攻め込めないよ。ちょっと。で、こっちのウェーブライダー。ウェーブライダーって?あ、ビームライフルだけか。クシャトリアを回そう、こっちに。で、こっちを攻撃して、支援入れてもよかったかもな。9000でジェガンが大丈夫だな。一回持つはず。回帰されたか。本当に持つだけだな。食らったら死ぬぞ。回避率が高すぎる。ジェガンじゃ相手にならん。グループ攻撃にしよう。15600か。だいぶ当たるな。さすがに戦艦の攻撃力も上がってるか。マリーダはちょっと一回休ませないときついか。うわー、全部かわされた。でだよ、どうする。フェニックスガンダムのここに移して、フェザーファンデで倒せっかな。こいつ8400はなー、足らなそうだなー。一旦戦艦を中央に寄せるか。でミサイルで 51% かわされた。白っ子のファンネルで減らしておこう。でこいつのファンネルで倒すでしょ。シナンジュはちょっと帰れなくなってたな、戦艦を動かして。ゲーマルクもまずいでしょ。ハマーはなヒットポイントが減ってないから無理か、当たらない。こっちのクシャトリアを出すか。ファンネルミサイル 70% でこいつで倒すと。フェザーファンネル使ってもな、だいぶ命中率下がるな。基礎能力がね、やっぱりちょっとフェニックスガンダム低いよな。で、まあ、フェニックスガンダムはとりあえず帰還させなくても運用はしていけるんで、あとはこっちだな。右の部隊を減らしていかないといけないから、まずはやっぱりちょっとアムドの部隊だな、信頼できるのは。ピンファンネルに艦砲射撃の方がいいかな。12000。うわ、倒せない倒せないかよ。なんか毎回毎回ギリギリのコーナー。そうだ、こいつバンシーになったんだ、いつの間にか。でこれはちょっと支援も入れていこう。ま、経験値を稼ぐという意味で。勇猛果敢。さて、あとはこいつらを排除していかないから、スペリオールだな、やっぱり安定性があるのは。艦砲射撃。でレベル的にはやっぱり量産型ニューガンダムも上げておきたいから、出撃させて、まあ、支援は入れないと無理でしょう。バナージだな。
で、こいつ一応攻撃できるだけ攻撃して常にバナージュを支援に入れよう。さて、でスペリオールでインコムがやっぱりね命中率高いんだよね。でこれインコムとバナージュも入れよう。経験値が3等分されるけどそれはしょうがない。バンシーはこのまま鍛えていくか。これ誰、まあ、よくわからんがレベルは上げていけばわかるか。でこいつどうだ、全然足りねえわ。でここ変えれるやつらは帰還しよう。でこっちだな、バナージュ派遣するか。いやでもバナージュはなここで削り役として持たせてもらいたいからな。違う違う違う、返しちゃったな。サイコハロで攻撃すればよかったんだ。サイコハロでアスペリオール入んねえか。艦砲射撃か、これは倒せないんだよね。サイコハロはこのまま出して運用しよう。で、そうするとクワトルの舞台だな。メガロンクバスターが強いから5ターン以内にシナンジュを倒せるかどうかが微妙だよな。これモノガタリも長くてな、戦闘も長くなりそうだからな。火力重視でいこう。どうだ、7200、6500、7300、いいね。やっぱりこっちのキャラクターは結構火力が高いから助かる。ムードメーカーで、こんなもんでいいか。戦艦を出す必要はないからちょっとこのターンはこれでいいかな。上が辛いな、上が。まあしょうがない。ズサ22000、17000でしょ。よし、マグナムがクチカ出た。23000とか強えな。この際ユニコーンに無双してもらうっていうのもありかもしんねえな。来るね。アーガマン狙われたな。1万か。よし、ただ対空なんちゃらでキュエレどうする、反撃する、食らうまで反撃する、新反撃入れよう。シロッコ頼む。8800か。一発でもう瀕死になるからな。この時間はちょっとかわせないと落ちるな。まあ、防御して意味があるかどうかっていう。落ちた。チャンスステップにはならなかったっていうか、単に攻撃してこなかっただけか。で、クシャトリアはまだいけるな。で、ジガンはちょっと一回返そう。貴重な戦力だからね。迫り来る。迫り来るこいつらを対処しないといけないから。で、ちょっとやばいのはマジやばいからな。シナンジュって攻撃の範囲入ってるか。ちょっとまずはここで、ハマーも支援入れよう。よし。で、かつ、フェザーパネルの、シロップも支援に入れて、こいつも支援に入れて、
倒せねえのかよ。まあしょうがない。でシロップ一回返すでしょ、でこいつも帰るでしょ、でシナンジュも帰るでしょ。キシャトリアはまだ全然いけるな。量産型サイコガンダム、一番命中率の高いのはこれか。単品でいいでしょう、 75%。 よし、3500とか弱すぎだろ。これ次のステージはほんと無理だな。マジバイトしないと。ガトリングガンでいいか。倒しちゃおうかな。14000、13000、いいね。で、あのジェガンはちょっと、ほっとこう。次のターンまで。61%。うわー。ウェーブライダー、命中率が、めっちゃ低いな。まあ、回避率が高いっていうのか。ファンネルの方が、高い。よーし。ある程度落ち着いてきたな。こっちも。で、シナンジュは多分来てくれるから、ここにいよう。ここで陣取ろう。で、これはもう一ターンすると、戦艦を狙われるかな。バナージ。バナージ超強気になってんだっけ、今。よし、ビームガトリングで。倒しちゃおうかな。まあ、ちょっとやってみようか。24000。強すぎだろ。どうする？もうゲットゲージ狙いに行く。今からゲットゲージ狙いに行ってもな。でもこれだけいればなんとかなるか。なんかゼータの二の舞になりそうなので怖いんだよね。結局ギリギリ足りねえみたいな。でもフルアーマーユニコーンがね、生産登録できれば、かなり楽になるからな。まあ、ちょっとバナージには頑張ってもらおうか。じゃあでちょっと範囲は一旦戻ろう。でサイコハローをちょっと戦艦の前に出して、ハルビットは当たらないから、まあここでいいか。で OK と、こいつもどんどん倒していく。全然たまんないね。でもゲットゲージ自体は、さてこっちかよ。あー当たらんわマジで。シナンジとか言って、フォロワイだな。終わりにする。13000回避された。でこれターンはねギリギリまで粘ろう。早いことやってもね、ちょっと窮地に追い込むだけだから、ギリギリまで敵の数を減らす。でその後増援部隊を出すと。来た。次ちょっとクシャトリアはな、中入れたいからな。さてこれでシナンジュにダメージを与えられなかったのが痛いけど、クシャトリアをちょっと一旦避難させて、サイコガンダムもちょっとまずいでしょ。18000、これを艦砲射撃で支援を入れて、まあまあまあしょうがない。でだよ、うちの3体が厳しいよな。シャトリアのリペア度どこまで、ああここまでしか入らないか。そうすると上の敵に攻撃ができないからね。スキルなんか使う？クイックモーションか。ビッグモーションは2人持ってんのか。 30% マイナス。リペアもまあ一応エネルギーはあるね。グループ攻撃で
そんだけ当たるからな。 66% か。 23,600、 9000当たって。ジェガンどう？無理だな、ちょっと届かねえわ。でこっちからも次のターン来るから、ここの3体のうち3人から攻撃受けると、どうだろうね。1体くらいやっぱり倒しておきたいよな。フェザーファンネル使うか。回避されたな。 64% にしかならないかんな。7800の6700、当たるね。ギリギリだな。で反撃で食らって死ぬのも嫌だから、ちょっとガトーの機体マジで考え直さないとまずいな。さすがに試作に動きじゃやっていけない。機体性能が違いすぎる。で一応シナンジュにバナージュぶつけるか。一斉射撃とかでも多分通さないよね。さすがに3万2000は当たんないと思うんだよね。あ、セーブしておこう。ユニコーンはめちゃくちゃ長くなるな。そもそもユニコーン全体的に話が長いからね、割と詰め込んでるから。ニュータイプ、それは若さが生む一過性の力だ。永続はしないし、対極を覆す力にもならない。それでも人は響き合える、分かり合えるんだ。あなたにもそれが分かるはずだ、フルフロンダル。お願いだ、お願いだから邪魔をしないでくれ。うおー、何、これ以上の戦争行為は本意ではないが、受け入れられないなら実力を行使するまで。わかねえ。1万3000か。これでテンションが下がるかな。まあ耐えられるよな。でこいつらは来ないと。助かるね、それは助かるね。やばいな、さあローゼンズールが来たか。これ2個かわさないと。自分が見たいものだけ見て、全てを否定して現実に目を向けろ、アンジェロ。初めて会った時から気に食わなかった。死んじゃえよお前。死んじゃう可能性あるからね。よし回避回避強い。まあ、念のためで防御にするか。やばいね。さてさてさてってね、こっちもやばいんだよね。回避9800、2発使ったら死ぬな。9800をガードするといくつまで減る？一応ガードしとこう。6500、6200、あったねこれはもうマジ帰還しないとダメだ。1万、あー、クシャトリアを狙ってきたか。5800、いやマジ危ない。いや回復しても全然間に合わないわ。であと1ターンだから、ここでシナンジュは倒そう。1万1000は一斉射撃、あテンションがねえのか。ビームマグナムで倒せるよね。まあ倒せなかったとしても誰かの援護入れればいいわけだから。こっちだなマジで、マジでこっちだな。とりあえずスキル的なもの、アタックバーストとかいっぱいあるのか。デリートとかいい、あ違う、デリートはあれか、ユニットアビリティが無効だから命中率とかを減らすわけじゃないのか。
ってまずそうだね、そうするとピシャトリア出して知ってるのファーストできた13,000で出て、リペアとか出てるからハマーン様でいくか。ハマーン様のハンネルとリペアードのガトリングでいくか。いや待てよ、ハンネル使ってもマジックはなんか全然変ないんだよね、支援の場合そういうもんなのっていう。戦艦もかわされたけどしょうがない。でここはもうちょっとフェニックスはさすがに出せないから、出せないからハマーンがスキルでハイテンション使おう。よしで回答じゃなくてもう一回シロッコだな、シロッコ出してファンネル、これ全員入るよね。で、ファンネルの、みんなファンネルだな。で、ファンネルが3発当たれば、9000かでも、かなりギリだな。オートリバイブ、精密射撃。そうすると、ハマーン様。超強気にしたいよな。サイコプレッシャー一応右のやつもな倒せる位置に陣取りたいから、で左で支援でファンネルで支援でファンネル、いやクシャトリアのリペアードめっちゃ役立ってんな、うちの軍の。まあもちろんマリダクルスもめっちゃ役立ってるけど、でこいつを上にやってパンネルミサイルで全員支援を入れればサイコプレッシャーが入るな。よし1万1000か。それでもそれでもだな本当にやはり攻撃力を上げていこう。キュベレーもね全然攻撃力は申し分ないんだけどな。だとここはちょっとジェガン2体を投入してビームサーベルで確実に当てていくか。支援が入るね。おっと外しやがったな。一気やられてるかな。でビームサーベルで外すね。これで1万か。ハマンだな、そうすると。サイコプレッシャーで確実に行こう。私に従うか、さもなくばしか。さあ、選ぶがいい、このキュベレ。見くびってもらっては困る。俗物が、もちろん。バカな。よし、だいぶ片付いたな。で、さすがにクシャトリア出しすぎたな。エネルギーがすっからかんだ。でも、だいぶ落ち着いた。あとは下。とりあえず先に、シナンジをじゃあ撃破しておくか。バナジ大丈夫だよな。マグナム。それでもと言い続けるんだ。諦めはしない。この分からずや。何？おお、ギリギリだけど倒した。よし、
ようやくだよ、ようやく。あんまり敵が出てきてほしくないんだけど、モビルスーツ1で勘弁してくれ、マジで。バンシーか。ちっか。ユニコーンはどこだ。いや、すぐ近くにいるだろ。お、一機だね、一機。危ねえ危ねえ危ねえ。これはなんだ、ヤクト動画の試作機っぽいな。ギラ動画か、こっちは。ギラ動画のサイコミュ試験型で、これがヤクト動画の袖付き。ヤクト動画の袖付きなんていたんだ。ヒートナイフ付きビームサーベルって。何、ナイフなのサーベルなの、どっち。アンジェロがやたら邪魔だよな。そうするとどうすっかな。スキル、これはアタックバースじゃなくてストライクアシスト使うとどうなる。倒せる。2万8000か。2人残すのは危険だよな。どっちかは倒しておきたい。でこっちはとりあえず大丈夫だから、ハイテンションあったっけ。あったね。まだだいぶかかるな、ハイテンションになるまで。ハイテンションにして、でかつもうアタックバスト使おう、これは。でハロビットバナンジがいけんのか。支援かけて、支援かけてどこまで減らされるか。2万8000、いい感じにはなりそうだな。 97% だしね。ビームマグナム、ビームマグナムめちゃくちゃ使うな。まあいいや、これでいこう。14000、26000。めっちゃ強えば。これまたバナージあれだな、ゲットゲージ貯めらんねえな。支援だとゲットゲージたまんないもんね。じゃあリリマーセナスをどうするかだよな。こいつで一発殴って、ストライクアシストでユニコーンでとどめを刺すか。反撃は食らいたくないからな。ハロビット 53%、 42かよ。マジか。リリマーセナスってどれくらい覚醒値あんの。430もあんの。ニュータイプだよ。なんでこんなに。覚醒値プラス50。2つとも。2つともですか。でアイフィールドついてるけど、ハロビットはミサイルだもんね。そうか、そうするとこっちだよな。ガトリングもビームだしな。アイフィールドになりそうだな。一旦待つか。1万500、ヒットポイントを回復させよう。フィールドリカバーってどう。 30% 回復でしょ。回復ゲーが全然ねえな。ないな。もったいないけどフィールドリカバー使おう。これで1万9000まで上がったから、よし、耐えられるな。2万はさすがに食らわないでしょう、どう考えても。こいつら下向いてる割には来ないよね。ビームサーベル勝負か。いいだろう。嘘でしょ、リディ少尉。あなたは黙れ。リディ少尉、どうして
お前みたいな子供がニュータイプだとおだてられて事態を引っかき回して許せないんだよ。8200か。おわ、発動した。まだもう一旦大丈夫だよね。あ、来たか。でもまあ、げ、え、メガフィーブランチャーとか、めちゃくちゃ射程長いな。7か、そうすると。いって、結構食らわない、やっぱり。うわ、違う。頼む。無理だ。さて、こいつらはこいつら同士でやらせとけばいいと思ったけど、ヒットポイントが全開してるな。もう一回待ちだな。もう一旦。問題はこっちだよな。ジェガン。あれ、かわしたんだっけ。ちょっとキベで一旦避難させよう。で、なるべく、おびき寄せたいから、ちょっと後方に下がって、で、クシャトリアを前面に出して、あとはジェガンを、おとりにすると。これでいいでしょう。ちょっとこのターンはこれでいこう。で 36% 18,000 いい感じだね。そうか、こいつはスーパークリティカルか。スーパークリティカルでも倒せない。サイコハローを狙ってきたね。どうかな。7700、まあ食らってしまったかしょうがないよな。で、一人くらい反撃するのは大丈夫。18000とか。マジかよこれ。メガビームランチャーとか危険すぎだろう。
ジガン大丈夫かお前反撃できるね。反撃しよう。ついでに戦艦にも手伝ってもらおう。1万3000とか。よしよし、よくやった。このジガンまずいね。あ、ゼネラルデビルか。さて、このターンが勝負だな。そうすると上がこいつが減ってるから6600。やっぱちょっとハマーンを出すしかないよな。でゼネラルレビルに積んでるモビルスーツが3体出てくると3人分の攻撃を食らうからね。それをねしのぎきれるかどうかなんだよな、まあ、とりあえずハマーン様を出すでしょ。でいろんなやつがターゲッティングできるところにいてサイコプレッシャー一発で大丈夫だけど、経験値的な問題で支援を入れよう。で多分サイコプレッシャープラス1だと倒せないから、やっぱりそうするとクシャトリアの攻撃を当てる必要があるよね。メガビームランチャー 58%。 どうだ。よし、かわした。ナイスだ。でちょっともうこれはファンネル部隊に任せるしかない。クシャトリアリペアードだな。これ全員入るね。ガトリングにしとくか。でファンネルでいいでしょう。さてそっから白っ子出して、白っ子はここ左のやつが入らんのか。こうだな。ファンネル、ファンネル、ファンネルもな、全弾命中するっていうのが大前提だからな。確率はよし高い。 OKOKOK 外す可能性は多分にあるからね。白っ子がな、もう一段階テンション上がってもらいたいんだけど。ただもうこれで白っ子2回動いたか。こっちのウェーブライダーできれば破壊しておきたいよな。やっぱりいいや、ちょっと白っ子こっちの方に置いとこう。すげえ悩む。こいつでハマーン、一番右上のやつが当たらないよな。でそうだよな、このジガンどうするか。前に出すか。このジガンおとりになってもらおう。このジガンはしょうがねえな、もう死んでもいいや。かわいそうだけど、悲しいけどこれ戦争なのよね。でアムロを出して、アムロのな攻撃力がねいまいちなんだよね。7400。でもまあそんなもんか。ハマーンのキュベレーもあのテンションであの威力だからな。ここはちょっとユニコーンだな、やっぱり。でこれは大体入るね。一番左のやつが入らないけど、それはそれでしょうがない。確実に仕留める。でやっぱちょっと火力的な問題があるから、ここはスペリオールだな。リフレクターインコムで3人入れよう。1人8000はいかないのか。リフレクターインコムで6000だからね。
ってサイコハロと。ちょっと待ってよ、アムロをこっちに持ってきて、ファンネルだけでいけるかな。普通の攻撃力的には全然申し分ないんだけどな。ハロビットを使おう。で、3機の支援を入れて、てかまあマスターユニットだから3人以上攻撃できるのか。攻撃力を上げていこう。で、バナージとこいつで、ハイパーメガバズガランチャー使うか。1万8000か。でだよ、こいつで、リフレクターインコムのインファンネルだな。で、リリー将棋はちょっともう一回反撃でダメージを与えておいて、熱血で超強気か。アムロは16レベル、まあ、だいぶ上がったといえばだいぶ上がったね。で、ちょっと寄せよ戦艦を。グループ攻撃とかどう？ビームマグナム9000とかさ攻撃やばいでしょこれ。あとここだよな、本当にこっちだよな。キューベレーちょっとな、死んだらやだかんな。死んだらロードしようここまで鍛えてさ、死んだら超ショックだからね。さすがにもう一回バイトしてここまでレベルを上げるのはきついから。ギラドオガのそれ付きが来たな。スケリオル狙いか。で、これは普通のユニコーンだね。バナリ強えな、やっぱり。で、バンシー乗るんだから、まあ、多少の非ダメージはしょうがない。誰？いいね、ジェガン。置いた甲斐があったよ。よし、倒した。リペアド、しょうがないな。ゼネラルレベル。食らったかー、1万6000とか。やばい。あと、こっから出てくるやつらを。まず、ジェガン、頼む。お前が、お前が頼みだ。8000。タイタニア、1回耐えてくれればいい。よし。ジェガン。これでいいか。死なないよね。よし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 、耐えた耐えた。で、ゼネラルレビルをもう完全に撃破しよう。で、リリー将棋って、アタックバーストかければ倒せっかな。そんなことよりまずこっち5万4000もあんのかよ、マジで。フェニックスガンダムとかどうなのこれ。ピンポイントアタックさ、貫通だからこれにしよう。で、一応全員いけるよね。ジェガンの力も変わるよ。ジェガンの力も。で、ファンネルので、オールファンネル、オールファンネルでどう。13000、これ24000、30000、スーパークリティカル。あ、大丈夫だな、多分大丈夫だな。いやー、だいぶ片付いた、マジでだいぶ片付いた。あとこいつだ。で、こいつらはハマン様をこっちに派遣してファンネルで支援できるのはこいつだけか。じゃあこいつでいけるでしょう。1万3000でしょ、残りが9000だから、これハマンだけでいけるな。ハマンだけでいけるけど、やっぱレベルを上げたいからね。
ちょっとシナンジュがレベル上がんなかったな。シャアの部隊がちょっと弱かった。ダメージコントロールハマーンじゃなくてシロッコはそういうのに長けてそうだからな。回収しに行こう、普通に回収しに行こう。よし、 OK で結構バチバチいってっから帰ろう。で、ジェガン、お前ほんとよかった。マジ昇進させてもいい、このパイロットロンドベル兵。そこからちょっと一回セーブをして、さすがにバンシー厄介だから倒そう。めっちゃくちゃ長期戦になってんな。あれがないのか、アタックバーストが。アタックバースト、ストライクアシストか、ストライクアシストにして 1.5倍か。ハローで一回、やっぱもう一回殴っとこう普通に。でここはなんか命中率が上がるやつが欲しいな。そういうのない。あ、クイックモーションか。で、サイコハロビット一応支援入れておく。一発 20% とかさ、絶対当たんないでしょ。ハロタックルでいいか。あ、ハロドリルパンチでいいか。そうするとほら、さて、うん、これは絶対いけんな。下がれよ、下がってくれないと。なんとかする。それがどうした。1万6000がだいぶ当たったな。やっぱり強いな。どうだろうね、ゲットゲージ的な問題として。半分くらい来たか。バナーチだったら多分前面に出して大丈夫だと思うからね。倒せるやつを倒していこう。マグナムで確実に倒す。狙いに行こう、ちょっとゲットゲージは。最悪このゲストユニットも、ゲストっていうかなんていうのこいつらも倒しちゃおう。確実性を取って。でこれなんか積んでんだっけ。積んでねえのかよ。積んでないとなるとまた厳しいね。これレウルーラは、レウルーラは積んでる。よし、ちょっとこいつら帰ろう。一旦休憩ってかエネルギーがない。でもうあそこはユニコーンに任せよ。大丈夫でしょ。さあどんどん反撃していくよ。めっちゃシカトしてきたな。まあ、別にそれはそれでいいんだけどさ。22,000マグナムでいけっかな。28,000、いいね。これは経験治療に比例してんのかな。そうか、こいつか。どうしようかね。こいつを倒せばなんかいけそうな気がするんだよね。で、もう一回アタックバースト使おう。あ、間違えちゃった。アタックバーストじゃねえや。ストライクアシストだ。アタックバーストは自分にしかかからないんで。で万全を期して一斉射撃 88%。 まあそれは大丈夫でしょ。4万6000とかさ、異常だろ。
で、これでこいつが回収できると。で、もうしょうがない。あとは、まじバナジに任せよ、もうあと。知らん3から6で当たんないか。ちょっと一斉射撃はな、エネルギー使いすぎるかな。マグナム。ガトリングは無理か。なるべくピンポイントで行きたいから、これでいいや。で、お供にハロ持ってこう。で、一応ハロピットで減らしとくか。で、こいつはパクリでしょ、捕獲と。全然捕獲足りねえし。よし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 、これでもう終わったな。わざわざ反撃する必要ないんで、これはちょっとマグナムで一発殴っとこう。2万6000か。でこれを反撃しとくでしょ。だと中から出てくるやつら、ちょっとユニコーン次第だからな。戦艦2隻破壊してゲットゲージが溜まればこいつらを回収しよう。で、まずはこの戦艦をビームマグナムでぶっ倒す。てか戦艦2隻破壊したらあれか、捕獲できねえんだ、敵が残らないから。そして何とも言えない量だなこれ。一機破壊するか、一機破壊するただゲットゲージは絶対大丈夫だよね。捕獲は諦めないといけないかもしれないけど、ゲットゲージは大丈夫だと思うんだよな。4万8000、5万3000。微妙に溜まってないけど、これでも絶対この戦艦破壊すれば大丈夫。いやギリギリだったな。でもまあね、ゼータの二の舞にはならなかったかな。結構食らうねさあ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 、登録しましょう。いや長かった、本当に長かった。まあストーリーも長かったけど戦闘も長かったね。ちょっと今回本当長すぎて申し訳ないけど、でおそらく次が最終話になると思うんでバイトはしましょう。ガトーの機体とかはねちょっと選ばないといけないんで、次はさらに難しくなると思うんでバイトしてからちょっとやりたいと思います。フラマユニコーン、ガランシエルとゼネラルデビル、でいろんな人たち、最新型鳥持ちランチャーはいらん。捕獲、こいつは1体でいいでしょ。でギラズールって持ってたっけ、忘れたけど。さて、そこから全然レベルが上がってないね。でここら辺のやつらは上げなくていいから、オッケーでしょ。で、バンシーか、バンシーがどうなるのかだね。本当はねこっちもねちょっともう少し出したかったんだけどね、いかんせんちょっと敵が強かったんで、まあ同じようなやつらで戦うことになってしまいましたけど、まあしょうがないね。はい、というところで、じゃあ大変長くなって申し訳ないんですけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。